久しぶり、元気にしてる？突然なんだけど、2週間後の試験で急遽モーツァルトのオーボエコンチェルトを吹くことになって、大至急伴奏者を探しています。りなちゃんに何とかお願いできないかなと思うのですが、どうでしょうか？楽譜は今日にでも渡せるようにします。だいぶ困ってそうやな。まあ今ちょうどモーツァルト勉強してるし、知ってる曲やし、引き受けるか。あ、お待たせ。いきなりごめんね。これ楽譜お願いします。この重み、この封筒の感じ、製本されている場合はファイルに入って渡される場合が多いけど、まあ、今回は曲が長いしファイルやと分厚くなるやろから。製本されてないやと？予感的中。コナン製本で2週間かかるかな。製本してないんや。いや、ピアニストさんって譜めくりとかの都合もあるじゃん。だからどう製本したらいいかちょっと分かんなくて。普通に1ページ目からテープで繋いでいくだけの簡単なお仕事です。あ、そうやんな。じゃあまた連絡する。うん、じゃあね。オン、後で返すの進化版。製本室内バラバラの楽譜で返りました。ありがとう。しかも A4。 説明しよう。せめて A3 でコピーしてやると。追ってテープで貼るで済みますが、 A4 だとテープで貼る量が倍になって。私は嫌なんです。テープももったいないし、めんどくさいんです。まあ時間もないし、やるか。テープがない。せめてテープ入れとけ。いや、入ってても腹立つからやっぱり入れんな。いや、それは毎回ピアノ以外の人は伴奏者探して楽譜も製本してて、それは大変やと思うし、毎回必ずしも製本してとは言わんよ。アンサンブルってそれは対等やもんな。この場合は、今回の場合に限ってはそちらが製本して持ってくるのが筋なのではと思いますが、どうなんですか？で、そんなことを言ってる時間もないし、製本テープ買ってくるか。もし製本してあったら、すぐに譜読み始められたのにな。この翌週、ひたすら先生に怒られるだけのレッスンに付き合うことになるのは、また別のお話。